ホラーナイト ST ステディオステディオ癖強いな言い方もだし、服装も癖強いんだよ癖強いんだよ癖強いって言われるためだけに今来てきました今回やっていくホラーナイトはですね、最近現象が増えてきてるじゃないですか。確かに、本当多いです。怖い、めちゃめちゃ。霊感ついた恭平さん全然見えなくなってる。そう、最近全然な、見れないとどこにいるのかとかもわからないし、いろいろと不都合じゃないですか、うん、だから今日はですね、霊が見える診断テストっていうのをターボさんがやるみたいなので、おお、うん、持ってきました。なるほど。僕ら全員でやって、はい、誰が一番霊感があるのか、うわおお、で、もしかしたら気になる、コタコタ言ってよ。マジで、待って、聞こえてない。俺も聞こえてないよ。俺も聞こえなかった今。はい、じゃあ正義が一番霊感ある。あってことで、じゃあ、はい、なんか10個ぐらいあるらしいね。10個、それを1個1個やって誰が霊感があるのかとか、うん、それをこの事故物件と言われるね、 ST ハウスでやっていこうと思います、はい、やっていきまーす。はいか、いいえで答えてね。はーい、黒より白の方が好き。三角。さ、三角曖昧ー。これグレーだねー、グレーだねー。三角ダメだ。三角ダメ。めっちゃ、めっちゃ真ん中だからめっちゃ真ん中だ。どっちかで答えたら始まらんじゃん。こっちかが出ないから困るんですよ。じゃあみんなの年齢ですね。黒と白どっちのイメージある？あ、正義。黒だな。黒だな。黒だね。服はね、うん、服は1。はい、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 黒じゃんね。でも黒より白の方が好きだから。あ、そうか、家だ。家、俺だけ入るじゃん。寝不足になりやすい。あ、はい、はい、家。いいえ。あ、まだです、まだです。言ってないです。パコでーすみたいな言い方して。痩せ型である。はいはいはい。え、痩せ型？誰がデブや。言ってねえよ。デブではない。そこまでは痩せ型でもない。いいえでいいんだよね。いいえ。俺、はいでいいの？いいんだよね、はいでね。え、やばくね今。痩せ型でもない。いいえでいいんだよね。いいえ。俺、はいでいいの？いいんだよね、はいでね。え、やばくね今。いや、完全にね、今のアキラ様、アカラ様。アキラ様って誰？え、ちょっと待って、いいよ。エグかった。おと、エグエグね。上だよ、完全にバンって、うん、バン殴った音だよね。診断テストです、これは。ただの、はい、視力が悪い。はい、いいよ。はい、一人っ子。いいえ。いいえ。臨死体験がある。何それ、死にかけたみたいな。死にかけたことがあるってこと。そうそう、要はすぐでしょ。え、ノリいい？いいです。はい、さっきはボケ倒してたのに頭真っ白。マジで全然ボケれない。めっちゃめっちゃ真っ白いな顔でこんなこと。いいえ。風邪かじゃない。いいえ。もうできません。はい、できません。うっす。カバジじゃね。カバジやるな。色がついた夢を見る。はいはい。手の指が細くて長い。いいえ。いいえだ。太いね。いいえ。手のひらに十字の線が入っている。これは？十字？うん。じゃあ、はい、はいだね。手広げて、こうなっちゃったんだよ。あれ、どっかのラッパーですか？フレミングの方。小指に縦線が入っている。小指のここでしょ？そうそうそう、ないね。いいえだ。いるらしい。あ、もうあんじゃないのこれ、縦線。あ、俺あるね。あんじゃん。あるね、こいつある。俺もある。すげえ。はい、じゃあ10問終了という。はい。パイの数が何個ある？3。何個ある？5。はい、5。というわけで、これ、ハイの数が多ければ多いほど霊感が強いと言われている。おぉおぉ、イエーイ。なんでだ。ゴーで、でも妥当ではあるよね。うん、妥当だね。一番もないもんね、経験がないもん。ターボーゼロでしょ、絶対。いや、俺、痩せ方とかでこう、いろいろ多分あるよ。え、なんぼ今、こっちって言ったら。俺、いつ今で聞こえた、今。俺も5だった。おぉ、みんな、みんな。てか、住んでる、住んでる。なんか怖いな。うわ、なんか霊感上がってんのかな。やっぱり3人その子みたいな。35やん。もう15ぐらい。あ、もうめっちゃ今どういう音なんなのこれ。聞いたことない音聞こえたね今。うん、なんかあれじゃない、後ろの窓を爪でパッて打ってる音じゃない。うわ、ちょっと外からやってるやつ。なんかキモいキモいキモいっぽい、そういう音だよね。気持ち悪い。今度は何。え、何これ。何？俺んとこ来てみよう。え、な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 、どうしたの？どうしたの？どうしたの？怖い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 。照明と窓の間、窓の間さ、四角からっての意味わかる？ああ、あ、そっか、揺れてない？揺れてる！
揺れてるよ、わかんない、影が動いてる、マジで揺れてるよ、わかんない、めっちゃ影動いてる、え、こう、おお、やばい、めっちゃ動いてる、え、めっちゃ動いてる、マジで動いてる、ちょっと撮ってみる、だって左の部分なんもないもんね、影動くっておかしくない、俺イメージできたのはワンピースがキラキラしてるね、おお、ちょっと怖いけどさ、のりカメラ、カメラあっち、これですよね、そうそうそう、外に人いる、これ本当だ。ぐらい。カメラにも見える。見えるかな。あ、そうそうそう。白くなったり。なってる。あ、なってる。で、他の窓も見せてる。他の横の窓。こっちが。そっちは全く。なんもないのに、今こっちこれ。これ白く光ってる。何これマジで。開けてみる。開けてみようか。開ける前にちょっと一応。閲覧中かけときますね。なぜなら、この窓の向こうが大島テレで判明した事故物件です。そうなんだよね、意味わからん、意味超動いてたの、人いないよね、なんもない、なんもない、なんもない、びっくりした、おお、なんかなんで、チャリ、うわ、めっちゃ怖かった今、うちらにせよ、何で光ってたの、全然なんもない、俺一瞬さ、その車とか撮ってその光かと思ったけどさ、でも右だけさ光ってるからさ、今のドンって音やばいな、ん、初の事態だな、これは、後ろにヒラヒラするものもないし、じゃあ続いて、はい、まだ動いてるね、なんで、昨日食べた夜ご飯をパッと思い浮かべて、昨日誰と飯行ったかだけ教えてほしい、ノリと俺と正義はい、何食べた、ラーメン、何食べた、白いご飯、何食った、焼肉なんでやねん、ラーメンって言った瞬間怖かったわ、がっつり行った、いや一緒に焼肉行ったやん、あ、そうだねこれちょっと実は釜掛けで、食べたものは重要じゃなくて、その時にどういう背景が浮かんだかで霊感があるかどうか分かる、食べ物があって、それに自分も映ってちょっと上から見てるような感じで思い浮かんだぞって人いる、いないです、あ、いないか、でこれで待って、もう声聞こえた、え、みたいな、入ってるかな、え、マジ入ってるかな、普通に一番霊感じゃない、廊下の方聞いて、なんか廊下の方、廊下の方おかしくない、そう、わかんないぞ、俺、なんならさ、そこの角が一番嫌な感じするんだよ、そう、すっげーな感じする、久々にこの嫌な感じ系味わったんだけど、ここ、俺一番やばいところだと、あんま人形置くなって言うよな、怖いからね、一緒で、第三者目線で思い出した人はこれ霊感あるって言われてて、幽体離脱的な感じ、知らないうちに魂が上から上に行ってて、それでなんか霊感が高いって言われてるらしいっす、あと、運命数わかる、生年月日を全部足していってどんな数字になるかってやつ、9、5、1、運命数が11になる人がたまにいて、11になった人がこれ霊感が強いってされてる、はあ、いないんだ、まあだからこれでは当てはまる、動きめっちゃでかくなってる、え、あそこの、うん、今ね、もう半分以上までいってる、どういうこと、半分以上までいってる、ほら、めっちゃでかくなってる、え、ほんとだ、え、待って、待って、白いよ、全然意味わかんない、白いよね、全然意味わかんない、まあ、診断テストは以上となります、おお、最初の俺結局はあんまない、1個目のも半分だし、うん、そうだね、心霊現象が大きすぎてもう全然それどころじゃない、そう、なんか頭が回んないというか霊感ないと、霊感ない、おお、ちょっと共演もじゃなくなっちゃってしまった、そう、もう消えちゃったのかもしれないね、マジ、逆に言うと霊感がないのにこんだけ現象を俺らが感じるってことはガチな、相当やばいってことだね、相当いるってこと、ね、普通の企画でもさ、うん、いろんな現象さ、うん、起きすぎてさ、うん、聞こえた、聞こえない、声、声、さて、その辺だ、うん、俺声聞こえないけど、え、聞こえない、外じゃない、声、どこどこに、俺、そこ、風みたいな音、
みたいな、低い男性の声、俺が聞こえたの、さっきそんな感じ。てか、起きすぎてちょっと整理するよ。俺が言いたかったのは、最近普通の企画で起きすぎて、その俺が気づかない、聞こえないけど動画だけ入ってて気づかないパターンありすぎて、コメント欄でも忙しいみたいなこといろいろ書いて、本当に忙しくなってるね。はい、ということで、これからもね、皆さんが楽しめるように、怖い思いしながら、ホラーナイト撮影していきますので、皆さんぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。お願いします。次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。バイビー。バイビー。あ、うわー！